ザ・ボーイフレンド第8話レビュー私は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲバをさせていただいております、ユーマと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと待って、ほんと今ね第8話が見終わったばっかりなんですよ。ちょっとまだ動機がすぐに今動画を回しました。今回は第8話のレビューを皆さんと共に楽しんでいきたいなと思いますけども、すごかったね。もうとにかくすごかった。ちょっと待って、安堵感と良かったなっていうのと、本当に興奮しているのと、普通になんかエッチーだったのとか、もう、はぁ、ちょっと待って。まずですね、オープニング、大と郁夫がコーヒートラック行く。これはもう前回からですよ。そして、この時に俊が、まあ、手あげないわけですよ。それに対してもう大はもう腹立たし、ちょっともう手出そうになったもんとか。で、大はもう郁夫にね、俊に対して、甘えすぎんなと。そしてシュンはちょっともう、こう自分の不機嫌な気持ちとこうコロコロ変わる性格も自分でも分かってるんですよ。そういうのはインタビューでも言ってましたもんね。でダイはシュンの綺麗事じゃないけれども、いい面は綺麗事じゃない、正直な性格は好きだということをイクオにも伝えます。そしてまあ実は選んではくれなかったけど、シュンから LINE は来てたと。私ね、ここのシーンもね、ちょっとこうシュンは性格ね、まあ、ちょっとこう人をすぐに信じれないとか、こう感受性が強いんだと思うんだよね。で正直な子だからめんどくさいなって思うとこも私もずっとこう見てて思うけれども、このラインがね、私ちょっとこう結構グッときた。私はね、この時点でラインの内容が、今回の討論で、疲れてしまって行く気が、なくなったと。でいきなり傷つけたらごめんなさいって、一緒に行きたかったけど無理だったことは伝える。私ね、すごく本心な LINE の内容だったなと思いました。そして1時間後にカエルの写真が送られてくるのね。あれもめっちゃ可愛くなかった。そしてそうそう、カエルを見た時になんかシュンはこう自分のことを示してるように思ったのよ。なんかコロコロ体の色を変えるっていうか、自分の気持ちで時折自分を変化させるカエルに自分を見立てて送ってんちゃうかなみたいな、私はちょっと考えちゃった。イクオはですよ、カズトに対して自分の気持ちを伝えるとやっぱりこうイケイケなんですよね。でグリーンルームに帰って、シュンがここも動いたんですよ。大君ちょっと来てくれるって可愛く言うの。なんかあのシーンも、でも私もなんか泣きそうになっちゃったんだけど ね、みんなならんかった。シュンよう言ったなって思った。ちょっとずつでもやっぱ成長してるよね。で今日のこと怒ってるっていうので、ダイは正直にまあショックだったと。シュンはその上でも言い訳になるかもしれないけれども、話し合いがあの時のちょっとだるかったと。でダイはシュンにもう少し上手に対応の仕方あったんじゃないかっていうと伝えると、分かった。もうシュンはもうこうなんか台を振り払うかのように、もう二人パッとこうリビングを離れていくんですよね。その後シュンは一人やっぱりこう悲しい顔をしてて悩んでんの。そこにですよ、テホンが来んのね。で、シュンはまた可愛いよね。私にもなんかこう不器用なところがあるから、この子の性格ってすごくわかんのよね。天の邪鬼というか、テホンに対しても、台と話をした上で余計に関係性が悪くなったかもって言っちゃうのよ。で別に謝らなくてもよくないってあの状況でって言ったら、そこでやっぱ手本は大人だよね、もう30代半ばぐらい。そうだよねって、わかるよって、選んでも選ばなくてもいいと思うけれども、旬も大に対して悪かったなって思いがあるんだったらって、正論は後にしてちゃんと謝った方がいいと思うよって言うのよ。ここの手本はすごく優しい人なんだなとか、人をちゃんと見抜く力がある人なんだなって思って、すごい素敵に思いました。感動しちゃった。ちょっとジンときちゃったもん。そしてまたこの番組いいね。人としてもこうやって友情とかを通して大きくさせてくれる、成長させてくれる、すごい素敵な番組だなと思いました。今度一緒に行こうぜっていいじゃんって、そういう風に言いなよって手本アドバイスするんですよね。すっごく優しいなって。でここでまた旬可愛いので、もう一回またこんな面倒くさい自分を見せて謝ったとしても嫌って思われないのかなって手本に甘えて言うと、手本は大丈夫だよって、
ね、背中を押します。とってもいいシーンだったね。そしてさ、もう感動しちゃう。また思い出すと、イクオとダイカキッチンにいるところに思い切ってね、マシュマシュなりに行くんだよね。あ、ジンと来ちゃう。また可愛いよね、この時の物腰。あんな厳しいふんっていう顔もすんのに、本当に素直な気持ちになった時に、ダイ君ちょっと来てとか言って、もうイクオがおる前で言うのよ。今日悲しましちゃってごめんねって。そしたらもうダイもさ、ちょっと嬉しそうに、あかん、思い出して感動しちゃう。それが聞きたかった、ありがとうって言うんだよね。あのシーン泣けたね。ね、ダイも嬉しそうだしね、二人とも本当にいい顔してました。そしてあの、みんな前から言ってた夜の飲み会がスタートします。そしてテーマは両親にカミングアウトしてるってアナの一言から始まって、で、リョータはこの企画が決まってから両親にカミングアウトしたと。で、テホンはまだ言えてないと。で、両親と離れた時間がすごく今まで多かったから言いにくいと。で、みんなどうしてるのかなって、そのカミングアウトの仕方とかを教えてくれたら勇気づくって言ったら、あのカズトは、あの、思ったよりカミングアウトしてる親がショックそうだったっていうのも伝えたりするのね。で、ダイとアランは、あの、子供は親から勉強すること、学ぶこともあるけれども、親も子供から学ぶことがあるから、テホンはそのままの子供っていう立場もあるけれども、自分というものを大事にして親と接してコミュニケーションしていったらいいんじゃないのっていうアドバイスもします。そしてイクオが、あの、二人きりになりたい人がいると、みんなの前で、カズトですよね。で、ここでリョータもよ。私、この時のリョータもかっこよかったな。優しさの溢れるリョータが、なんか男見せたよね。俺もカズトと話したいって言うんですよ。そしてイクオは二人きりになって、僕のことどう思ってんのっても聞くんのよね。で、それを知りたいと。やっぱり、イクオはやっぱこう分析する人じゃないけど、カズトのことも好きだけど、やっぱその人を好きになる自分が好きだよね。やっぱもう自分のことが大好きな人だよね。あんだけメイクしたりもするし、いや、いいことよ。自分をまず愛して人を愛すっていうのもあるんだけど、それがもう全面的に出ちゃうから、あんだけいろんな人に言われてるカズトからすると、まあ推しの強さで動いていってもいいんだろうけど、ちょっと混乱する一面も出るんちゃうかなって私はこうやって見ててすごく思ったんですよね。なんか、カズトも正直な気持ちを伝えます、イクオに。カズトのタイプというか、今まで惹かれてきた人は、自分がいないといけないのかなって思わせてくれる人に惹かれてきたと。けれども、イクオの場合は、もう別に自分がいなくても、生きていけるんじゃないかなと思うと。そういったことをはっきり言うんだよね。そしたら、まあ、よく言ってくれて、うん、ありがとうと分かったと。そして、リョータとカズトも二人きりになります。で、カズトはリョータに対してはっきりここも言います。恋愛感情ではなし、やっぱ親友として友情だと同い年だし、そしてこの関係性が恋愛とかなって崩れるのが怖いというのもすごく伝えるんですよね。だからいい距離感を保ってると。で、シュンとリョータがいつもこうやってさ、ちょけてるところを、あの、カズトが笑うっていうシーンがあって、で、リョータもそれがすごくカズトが笑ってくれるシーンでとても嬉しいと。けども最近そんな笑顔も見れないからどうしたのかなとも思ってたと。だけどお互い正直な気持ちを言えてよかった、ありがとうって終わって、そしてですよ、皆さん、来たこっからの展開よ。最後のデート企画というものが始まりました。どうなるか、カズトが誰を選ぶかですよ、皆さん。まあ、みんなね、まあ、あの、デート見せたくて集合します。そして発表、一組目、春大。まあ、ここはもうだんだん硬いかなって思ってきましたよね。そして二組目、カズト。そしてここよ、もうカズトが誰を選ぶか、もうみんな誰予想しました？まあ、私は正直な話を、結果を見たからっていうわけじゃないけれども、リョータと、あと、イクオと話し合った上でのカズトの気持ちもはっきりしたから、私は正直ここはもう、アランだったと思ってました。もうちゃんと二組アランでしたね。アランとカズト。そしてもう一組ある三組目、リョータ厳選。私なんかすごく嬉しかったなぁ。私ここもね、すっごく最初からお似合いだなって、この優しさのオーラがすごく似えてる。そう。ほんで二人もすごく嬉しそうだったしね。カズトとアランがコテージデート。アランも嬉しいよーって、嬉しかったよーって気持ち伝えるんだけど、でも周りの人の気持ちもね、やっぱり。だんだんとあるからと気遣うアランも会話見られまして、で、カズトもアランといると楽しいし落ち着くっていう気持ちも言うのよ。
そして良太源成も本当にね、二人であのガラス細工とかすっごく楽しそうで、二人にマッチしたデートだよね。ねえ、私は最初からこの二人本当にお似合いだなと思ってたし、あとバームクーヘンがまた似合う。で、夜はシチューとか作ったら作りたいねとか言って、本当可愛いカップルですよね。で、春台もですよ。海が見える家で、まあソファーでまったりしながら、ご飯食べながら二人ので恋愛してきたのどんなのとか、で、シュンはニューヨークの人以外自分が沼ってたと。で、ダイは今まで人に沼ったことないと、シュンにしかないと二人の本当にこう正直な恋愛感を話すんです。そしてカズとアラン、夜バーベキューがご飯でね、で、ここも可愛かったね。カズとが部屋に入ろうとした時、ガラスが閉まってると扉が思わなくてバーンぶつかんだよね。で、カズとは、あの、今日のデートは前回のデートと全然気持ちが違うと、もっとアランの一面を見たいなって思った。もう前回はもうアランからガンガン来てましたからね。で、良太源成も2人で料理を作ってあげて、2人で食べてワインなんか飲んで、とってもいい感じで、良太は名前書くとき、迷わなかったのって源成が聞いたら、迷わなかったよって、自分の気持ちにも区切りをちゃんとできたし、って本当とっても同じ温度感ですよね、ここの二人ってね。見ててなんかホッとするお似合い。そしてカズとアランも消灯の時間二人で寝るんですよ。可愛いなぁ、ほんとね。この時もあと、こっからよみんな、春大ですよ。春の前の彼氏との話になって、家族がとってもニューヨークのなんと、アトランタに行ったと、家族が実家に行ったと、家族の実家にアトランタ行った時に完璧だったという話をするのよね。で、僕もそういった家族が仲良くて団らんを作れる家族が欲しいと、将来子供がいる家族でも全然 OK だと。で、そんな旬の意見に大も自分もそうだと。そう、なんかその家族感みたいなのも二人で話してて合うんだよね。こっからよみんな、もうドキドキしちゃって。ダイが眠くなってきたの、お兄さんって眠たそうなシュンに向かって言うと、うん、そっちで寝るってベッドが分かれてんのに、ダイのベッドに入っていくんですよね。こうやって背中を向けて、そしたら、もう腕枕やろうよとかさ、で、あ、枕持ってこればよかったねとか言ったら、うんってこう見つめ合うのよね。そう、ね、こうシュンが下で、ダイが上からこうで、もうあん時さ、みんな見てて分かったよね、シュンはもう全然ダイからキス来てくれて OK よっていう顔してましたよね。欲しそうだった。もう口がもうちょっとこうで鳴ってたよ。けどもあの時やらないのよ。そしてずっと見つめ合う、もうドキドキ私。シュンがちょっと髪型やばい、うん、やばくないよとか言って、こっからよ。ダイもう行けよと思った私。あーってダイも一息つこうかなと思ったら、シュンからクワッと、ああ、シュンからなぁ。で、そっからの会話もすごいじゃん。待ってたって。シュンが言うたら、ダイが、待たせすぎだよ。やっとできたね。もう、ほっと私も興奮しちゃった。ドキドキした。すっごくよかったね。この8話すごくやっぱこう末広がりの8話で、なんか結ばれたような、人は自分の気持ちをちゃんと人に伝えると無限大で愛が伝わっていくんだなっていう、いろんな末広がり無限大の8のように思いました。まだ興奮している自分がいます。皆さんはどのような感想をいただきましたでしょうか。よかったコメント欄の方にぜひともお寄せいただきたいなと思います。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よかったらいいねボタン、そしてもうたくさんフォローしていただいておりますけども、まだまだ続きます。一緒に楽しんでレビュー、していきたいなと思いますので、この機会に、チャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はザ・ボーイフレンド第8話、いろんな展開がありました。お届けさせていただきました。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、ありがとう。